ントのリスト、見たことのない景色、怪物のメランコリー、花のない世界、父のプライド、犬のペットショップ、博士の純情内情、男性ブランコのコントライブ、リスのセンチメンタル。じゃんけんポン、よしかった、よし、負けると思った、なんか負けると思った。惜しかった。なんかやる前からなんか負けるかなって思った。よし。なんかそう負ける。よし。じゃあ約束通り、じゃんけんで負けた方が。いや本当にさ、なんかやる前に負けると思ったの。あ、そう。うん、本当になんかやる前からこう負けるなってなんか思っちゃった。うんうん、これやっぱあれかな、私なんか負けると思ったから負けたのかな。いや関係ないと思うけどな。いや絶対そうよ。これあれよ、あのなんか鶏が先か卵焼きが後かみたいな、なんか。そのそういうやつよ、絶対そうだ。卵ね、うん、卵焼きはだいぶ後の方だから。そうだ、あのあ、じゃあ次私あの勝つと思ってやってみるわ。いやいや勝負ついてる。実験よ、実験。実験、うん、実験してみましょう。私次は勝つと思ってじゃんけんしてみる。そう、うん、実験か。よしよしよし、私勝つ、うん、勝つと思えてる、うん、オッケー、勝つと思えてます。はい、勝つと思えてる。分かった、じゃあ実験ね。うん、実験ね、よし、うん、よし、はい、勝つと思えてる、オッケー、いくよ、うん、じゃんけんポン。勝った。いや、あ、いや、何してんの。いや、猫がね、いたんだよ。え、ノラ。多分、首はしてなかったから。へ、いや、亀山くんにも見せたかったな、可愛かったから。まあ、そのうち出てくるやろ。あ、そうや、ゼゼ。ん、あの、ゼゼが欲しがってたやつ。え、もしかしてこれ。あ、あ、ドアストッパー。なんで欲しがってたかわからへんけど、わあ、このドアをストップするためだけに存在している。まあまあまあ、かわいい。かわいい、ドアストッパーってかわいいの。あのさ、あの僕知ってんだよ、僕知ってんの。何を。なんかさ、あの例えば重い扉とかの場合にさ、これドアをストップするじゃない、うん、それでも重い扉のあまりこうなすすべなくこうズズズっていって閉まっちゃうみたいなこともあるんでしょ。いや、まあまあたまにあるかな。うん、なすすべなく無力感に苛まれ力尽き。何その表現。しばらく休憩をいただきます。マスクは必ずご着用いただきますようお願いいたします。あなたたちが私のことをどう思ってるかは知らない。でもファッション業界でも私のことを氷の女帝と呼んでるのも私は知ってる。今日は私のデザイナー生命をかけたファッションショー、あなたたちに望むのは私の服を着て最高のパフォーマンスをすること。さあもうすぐ本番よ、準備に取り掛かって。すまい、すまい、すまい、えらい、すま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 い。あ、えっちゃん、えっちゃんおった、えっちゃん、えっちゃん、父ちゃん。あ、えっちゃん、父ちゃん、何してんの。東京は広いな、おめえ。ちょっと人多すぎて、お前目回るか、思ったお前。なんで来てんの、こんなところに。なんで来てんのやれんが。何も。今日はえっちゃんの大事なファッションショーやろ。こんな父ちゃん来るがな。ちょっと勘弁してよ、もうちょっと。今いつもうちのえっちゃんがお世話になってます。えっちゃんの父ちゃんやで。あ、ちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2021年、はい、1回目の、コントライブリスのセンチメンタル以上でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、はい、それではですね、短いですが本日は、ご来場ご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。